はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日クリスです。ちょっと今日は、昔から僕はこれ発見してたんですけど、別に動画で言ってなかっただけですね。幸せを呼ぶ一本角の鹿ということで、鹿というより鹿なんですけどなんか鹿っつっちゃった。いろんなカラーの鹿を並べました。これ全部フエラムネのおまけです。こちらですね、ここ見ていただければわかると思うんですけど、ユニコーンみたいな感じでね、一本角が出てる鹿があるんですよ。でこれはまあそうですね、割とまあ数は見たことはある方ですね。僕の持ってるこれだけじゃなくて、確かあともう一体ぐらい僕も持ってた気がしたんですけど、おまけの数がすごくて、もう4000個ぐらい所有してるので探すのがちょっと大変だったっていうのもあって、まあ一応これだけ持ってきたんですけど、確かに2体ぐらい持ってた気がするんですよね。でまあ幸せを呼ぶ一本角の鹿ということで、今こうやって紹介しました。ちなみにこれ僕が持ってるこの鹿はですね、今でも当たる色の鹿です。これ全く同じだと当たります。角がついてるかどうか分かりませんが、この角っていうのはですね、まあ言っちゃ、まあ、バリの取り忘れかな。はい。多分わかんないけど、ほらこんな感じで角ね。で他にも、鹿持ってるんですけど、まあこれは廃盤しちゃってるですね。いつ頃廃盤したかな。これ2014年あたりぐらいに廃盤しちゃったかな。これもメタリックの鹿なんですけど、これは角がないですね。はい、こんな感じで。意外とこのメタリックの動物好きだったんだけどね、廃盤になっちゃいました。でこちらが、青い鹿ですね。こちらも廃盤してますね。こちらはまあ2013年後半とか2013年ぐらいに廃盤した色ですね。はい。でまあ角は、ない、まあ、角あるのは今この鹿の中でこいつだけなんですけど、そもそもこんな感じでね。でこれです。でこれ一見見ると同じ色に見えるんですけど、こっちの方がちょっとクリーム色っぽいじゃないですか。これはですね、これと同じシリーズの色でして、2013年とか2012年の後半頃に廃盤した色になってますね。僕が集め始めた2010年の後半あたりから出てた色は、この色ですね、動物シリーズ。はい。あと緑色の鹿があるんですけど、それは持ってないのでちょっと動画では紹介できてないんですけども。であとこちら一番この中で貴重かなって思います、オレンジ色の鹿ですね。でオレンジ色とかなんかこういうこの色のやつは、まあ、2007年、2008年、2009年、まあ、ちょっと2010年の前半ぐらいまで出てた色で、まあ、あまりそうですね、まあ、ネット通販とかで出回るのが少ないような色なので、割と希少価値は、まあ、高めかなって思います。同じおまけでも、色によって価値が変わってきますね。それは、その出た年代の色とかでやっぱ貴重性が高まってくるので、同じおまけだからといって同じ値段っていうのはないですね。年代別で、長期期間にわたるおまけとかだとそういうのがはっきり出やすいです。例えばスパンが短いおまけだと別にそのスパンの中でたくさんの色が出たっていうのなら別に珍しくはないんですけども、ほら長期的にずっと続いてるおまけ、例えばブウセイジンだとか地底生物っていうのはもうそれこそ10年以上あるよね、あのおまけっていうような感じで、長期スパンが長いものだとやっぱりそれだけ色の移り変わりも、まあ例えば1年目の色がこれだとしたら2年目の色はこれってなってって、どんどんだからその1年目の色は貴重だよねみたいな感じで、長期スパンか短期スパンかによっておまけの色の価値は変わると思います。これ話伝わったかな、わかんないかな、すごくややこしい話をしちゃったような気もするので、まあ、もし
分かんなかったら。そうですね、まあ、とにかく昔のおまけの色はレアというのを覚えておいてください。同じおまけでもね。で、こちらの鹿、まあ、一本角がある幸せを呼ぶ一本角の鹿、あなたの家にももしかしたらいるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です、ということで、まあ今日この動画見た後でもいいんですけど、もしこの鹿のおまけ持ってる方はぜひね、一本角があるかどうか探してみてください。まあ僕はこれ普通にバリなんですけど、バリというよりはもうなんか一本角みたいな感じになってるんで、普通の鹿よりは価値は高いかななんて勝手に思ってます。ちゃんとした見た目なんでね。バリはバリでもさ、例えばこの尻尾のとこについてるバリとかだったらさ、全然別に価値とかつかないし、なんならただのバリじゃんってなるんだけど、こうしてちゃんと一本角っていう感じでね、なってるので、これはバリというよりもなんかこういう鹿みたいな風に見えるので、そういうものは価値は高くなる傾向がありそうですけどね。僕だったら高くします、なんなら。はい、じゃあ今日はこんな感じで、幸せを呼ぶ一本角の鹿、あなたの家にもいるかもしれないということで紹介しました。今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。